カープの2軍にとんでもない選手がいる。カープの育成ドラフトに佐藤圭介410、出塁率507、 OPS 1.048、 とんでもないやつが2軍にいるけん、なんで話題にならんのや。長打率も541、まだ1ヶ月程度やからこれからや。去年中村でポジって痛い目を見たから、大卒かなら可能性あるかもな。1軍のポジション待っててしまいか、枠もそこまで余裕ないからな。佐藤のお膳立てのために送りバントした中村翔成さん、一昔前2軍で2冠取ったりしてたドミニカ人も結局大成しなかったな。工夫早手オイシックス新潟のせいでまともな評価が難しくなってる。野手ひどいし、とりあえず上げて使ったらいいんちゃう。二軍成績なんて参考成績やで。もう田村でホルホルはやめたのか。広島に埋まってるポジションあったか。カープと工夫早手さんの対戦成績に勝2敗なんだよね。工夫がいる分 0.8 かけしてみても良い素材やな。今のカープはシワイカはクキツキツだから、しばらくは様子見するだろう。ご視聴ありがとうございました。